トマス・ラファイエット・ロッサーは南北戦争の時の南軍将軍であり、後に米西戦争の時にはアメリカ陸軍の士官を務め鉄道建設の義手でもあった。J.E.B. スチュアート将軍のお気に入りであり、大胆な騎兵襲撃、効果的な戦闘部隊の操作及び戦術的な素晴らしさで注目された。ロッサーはバージニア州キャンベル軍にある カタルパヒルと呼ばれる農園で、ジョンとマーサ・メルビナのロッサー夫妻の息子として生まれた。1849年、ロッサーの家族は、ルイジアーナ州シリーブポートの約40マイル西、テキサス州パノーラ郡にある640エーカーの農園に移った。父のジョンが事業上の配慮でしばらくバージニアに泊まったので、13歳のロッサーが、 母やテイたちを乗せたニューマ車隊を率いて、西に向かった。テキサス州選出のアメリカ合衆国会議員、レミューエル・ディ・エヴァンスが1856年に、ロッサーの陸軍士官学校入学を指名した。しかし、ロッサーは、テキサス州がアメリカ合衆国から脱退することを指示しており、予定されていた、卒業の2週間前、1861年4月22日に、 脱退した時に、ロッサーも退学したので、士官学校で必要とされた5年間の教育過程を完全に終えることができなかった。その後ロッサーは、アラバマ州モンゴメリーに向かい、南軍に入隊した。士官学校でのルームメイト、ジョージア・アームストロングカスターは親友であり、それぞれが敵対する軍隊に入ったにもかかわらず、南北戦争中もまた終わった後もその友情は続いた。 ロッサーは注意に任官され、有名なニューオーリンズのワシントン砲兵隊の教官になった。1861年7月の第一次マナサスの戦いではその砲兵隊の第二中隊を率いた。ロッサーは北軍ジョージマクレラン少将の観測気球の一つを撃ち落としたことで注目され、その功績で大尉に昇進した。半島方面作戦の7日間の戦いでも、 その砲兵中隊を率い、ビーバーダム、クリークの戦いで重傷を負った。ロッサーは砲兵の中佐に昇進し、数日後には第5バージニア機兵隊の大佐に昇進した。J.E.B. スチュアートのカトレットステーション遠征では、前衛隊を指揮し、第2次ブルランの戦いでは、北軍指揮官、ジョン・ポープ将軍の付き人と馬を捕獲して注目された。 サウスんの戦いのクランプトンギャップにおける戦闘では、ジョン・ペラム砲兵隊の支援もあって、その機兵隊がウィリアム・ B ・フランクリン殉将の第6軍団の前進を遅延させた。アンティタムの戦いでは、その部隊がロバート・ E ・リー軍の左翼側面を遮蔽した。それに続くアルフレッド・プレソントンとの戦いでは、フィッツ・ヒューリーの旅団を一時的に指揮した。 ロッサーは1863年3月17日のケリーズフォードの戦いで再び重傷を負った。この戦いではユーカンペラムが戦死した。ロッサーは6月のゲティスバーグ方面作戦までに復帰し、ハノーバーの戦いとゲティスバーグの戦いでの東地平戦場でその連帯を指揮した。ロッサーはターナーシュビーの指揮で名声を得ていた。 ローレル旅団の巡勝に昇進した。その年10月から11月にかけていったウェストバージニア州劇では11月にバージニア州チャンセラーズビル近くでポトマック軍第一及び第五軍団の予備弾薬大半を積んだ北軍主張隊を捕獲した。1864年のオーバーランド方面作戦では荒野の戦いで 北軍機兵と砲兵の大部隊を撤退させて、再び功績を上げた。トレビリアンステーションの戦いでは再度負傷した。この時、その旅団は、士官学校のクラスメートで、個人的親友だったジョージア・アームストロングカスターの、舞台兵を多く捕まえた。1864年のバレー方面作戦では、その旅団が、 フィリップ・シェリガンに対して勇敢に戦い、シーダークリークの戦いではフィッツヒューリーの手段を実質的に指揮した。ロッサーは南部の新聞でバレエの救世主と呼ばれるようになったが、トムズブルックの戦いでは滅多にないような敗北を喫し、北軍の証言でウッドストック競争とも呼ばれるようになった。ロッサーは1864年11月に少々に昇進した。その後、 ウェストバージニア州ニュークリークに襲撃を行って成功し、数百の捕虜と必要とされていた物資を捕獲した。1865年1月、300名の部隊を率いて山岳の深い雪と厳しい寒さの中を抜け、ウェストバージニア州ビバリーで2個不評連隊を吸収して捕獲し、580名を捕虜にした。その春のピーターズバーグ包囲戦では、騎兵手段を指揮し、 ファイブフォークスの戦いに参戦した。この北軍の初期攻撃の前と最中に、前線から2マイル北で、仲間の士官とシャットの焼き物を食しており、悪名を挙げたのはこの時である。その小さな事件の仲間とは、ジョージュ・ピケットとフィッツ・ヒューリーだった。歴史家のシェルビー・フットは、ピケットは、その部隊の半分以上が撃たれるか捕獲された後で、やっとその手段に戻ったと述べている。 北軍が南軍の前線を破り、ファイブフォークスの戦いを制した時に、ピケットがいなかったことをリーは決して許さなかった。ロッサーは、アポマトックス方面作戦の間も、アームビル近くで北軍の将軍を捕まえ市長隊を救出したことで目立った。1865年4月9日、アポマトックスコートハウスの戦いで、早朝の大胆な突撃を引き、 リーがその北バージニア軍の大半で降伏した時も、部隊兵を連れて逃亡した。陸軍長官の命令によって、ロッサーは、リー軍の散らばった残兵を再編成して、ノースカロライナ州にいるジョセフ・ジョンストン将軍の軍隊と合流しようとしたがすでに虚しかった。ロッサーは5月4日に、バージニア州スタントンで降伏し、その後まもなく仮釈放された。ロッサーは戦争の間、 親友のジョージ・カスターと数回まみえることがあった。カスターは J.E.B. スチュアート少将敗下のロッサーに待ち伏せされた時、ジャドソン・キル・パトリック少将の下で仕えていた。1863年10月19日のバックランド・ミルズの戦いにおける北軍の敗北は改装した北軍機兵を南軍機兵が追いかけたのでバックランド競争と呼ばれるようになった。 1864年10月、バレー方面作戦の中で、カスターは、敗下の師団を指揮していて、トムズブルックの戦いで、ロッサーの騎兵隊と遭遇した。この時は、ロッサーの部隊が改装し、カスター何の戦術的理由もなく追跡して破った。カスターは、この戦闘を、ウッドストック競争と名付けた。カスターは、トムズブルックで、ロッサーの個人用衣類馬車を捕獲し、 面白がって、ロッサーの制服を着てみた。その直後に手紙を受け取った。いや、ファニー、あなたは今日私を何歩か交代させたが、明日はあなたと互角に戦うよ。私の誠意を受け、トレビリアンステーションで手に入れたあなたの一組のくじを、ささやかな贈り物として受け取ってくれ。テックスカスターは、返事を書いた。いや、ともよこんなに多くの新しいものを手配してくれて。 ありがたいが、次に制服を作るときは下手屋に尻尾をいくらか短くするよう注文してはどうだろう。ケグ、GAC、ロッサーは、ナショナル・エクスプレスの最高責任者となり、戦友の元南軍将軍、ジョセフ・ジョンストンのために働いた。ピッツバーグコネルスビル鉄道建設時は、土木技師法となるためにその責任者を辞めた。ノーザンパシフィック鉄道の東部では、 主任技師になった。その後、カナディアンパシフィック鉄道の主任技師にもなった。1886年、バージニア州シャーロッツビル近くのプランテーションを購入し、農場経営者になった。1898年6月10日、ウィリアム・マッキンリー大統領が、米西戦争の時のアメリカ陸軍主願兵の巡庄にロッサーを指名した。最初の任務は、 ジョージア州北部にある南北戦争の古戦場カマウが近くのキャンプで若い騎兵の新兵を訓練することだった。ロッサーは1898年10月31日に名誉の除隊をして家に戻った。ロッサーはシャーロッツビルデ氏にリバービュー墓地に埋葬されている。ありがとうございます。